皆さんこんにちは、あずみんチャンネルです。今日はですね、ごまロールお札という、パンを作っていきたいと思います。さつまいもなんですけれども、最初にさつまいもの甘露煮を作ります。さつまいもの甘露煮はですね、さつまいも 200g、 砂糖大さじ4、塩少々で、水、加熱用に 40cc 必要です。で、まずさつまいもをよく洗って1センチ角くらいに切って、水にさらしておきます。5分くらいです。で、ざるに水を気を切り、それから耐熱容器に入れて、砂糖と水と塩を加えて混ぜます。で、ふんわりとラップをして電子レンジ 600W で4分くらいから様子を見て、竹串がスッと通るぐらいまで加熱します。で、そのまま粗熱を取ったら汁気を切っておきます。そんな感じでですね、さつまいもの甘露煮を作っておきます。で、初めに中のフィリングを作っておかないとですね、冷ます時間があるので、最初にそれをやってから計量をして、生地をこねていきます。はい、水にさらしたさつまいもをですね、水をざるで切ってですね、水 40cc と大さじ4のお砂糖、それから塩を少々入れたものです。で、これを混ぜます。そうしたらですね、ふんわりとラップをして、600ワットで4分から、竹串が通るまで加熱していきます。はい、4分の加熱が終わりました。竹串が通るくらいまでなので、こうして通してみると、ちゃんと通るので大丈夫そうです。で、そうしたら、このまま粗熱を取って、粗熱が取れたら汁気を取っておきます。そうしたら、じゃあ生地の方を作っていきたいと思います。生地の材料は強力粉 160g、 砂糖大さじ1、卵1/2個ですね。全卵を半分にするんですけれども、だいたい 26g くらいです。で、水 70〜80cc、 インスタントドライイースト小さじ1、塩小さじ1/3、見た目小さじ1/2くらいですね。それからさつまいもの甘露煮 50g。 甘露煮を、フィリングにも使うんですけれども、生地にも入れていきます。無塩バター 30g で、フィリングがさつまいもの甘露煮 150g と無塩バター 20g、 塩少々で、調整用に卵が適量、黒ごまが適量ということで作っていきます。では、最初に 160g、計量して、それを2つのボウルに目分量で分けます。で、こちらのボウルにですね、お砂糖大さじ1、これ大さじ1ですね。それからインスタントドライイースト小さじ1ですね。小さじ1は 3g なんですね、これちょうど1袋 3g です。で、これを入れます。それからですね、塩、小さじ1/3、見た目1/2くらいですね、これを入れます。塩はゲランドの塩を使っています。はい。で、それから卵1/2個なので、1/2個ですね、イーストとはちょっと離してですね、くぼみを作ってここに入れておきます。はい、それでですね、これで、材料が全部揃っているか確認していきます。強力粉 160g、 砂糖大さじ1、インスタントドライイースト小さじ1、卵1/2個、それから、塩小さじ1、無塩バター 30g 入っています。あとさつまいもの甘露煮 50g と、
水70から 80cc 70cc からやっていきます。硬かったら途中で小さじで入れていきます。では、さつまいもの甘露煮の方の準備と、水を準備したいと思います。はい、それでは、材料が全部用意できたので、始めていきます。まず、ちょっと温めた人肌くらいに温めた水を使っていきます。水をイースタート、ストライイーストの、めがけて、入れていきます。で最初は粉が飛び散らないように優しく混ぜていきます。である程度混ざってきたらですね、高速回転にしていきます。でここでイーストをしっかり溶かして小麦粉のダマをなくしていきます。混ざってですね、グルテンのつながりができてきたらですね、第2ボウルを入れていきます。で、この時に第2ボウルと一緒に甘露に 50g を入れていきます。でちょっとお芋を潰しながらですね混ぜていきます。この粉気がなくなって一塊になるまでですね混ぜていきますが、こねるときに大変なのでお芋はできるだけ潰しておきます。はい、お芋も潰れてですね、だいたい粉気がなくなって一塊になってきたら台の上に出してこねていきます。はい、スケッパーでですね、木べらやボールのお掃除をしてですね、生地を全部取り出します。そしたらこねていきます。でまだこの時点では、甘露にさつまいもの甘露煮を入れたんですけど、それが、潰れきれていないと思うので、こねながらですね、お芋を潰していきます。でお芋なんですけれども、甘露煮は、あえてお芋の皮を、剥かないでですね、皮ごとそのまま入れています。というのはですね、ロールで巻いた時にですね、甘露煮が、紫の部分が見えるとね、美味しそうに見えるので、それで生地の方に入れるのもね、そのまま一緒に作ってしまうので、皮を取らずにそのまま入れています。でもなんか気になる方はですね、皮を剥いてやってもいいと思います。で今回はこうお芋を、こんな風に生地に混ぜ込んで練り込んでいってるんですけれども、パウダーがいい方はですね、さつまいもパウダーが売っていたりとかですね、紫芋パウダーで、生地自体に色をつけることもできますので、そういうアレンジもしてみるといいかもしれません。はい、ある程度お芋が潰れてですね、伸ばしごねをすることができてですね、生地がまとまってちょっとつながりができてきたらですね、ちょっとたたきごねを入れて生地を丸くします。で丸くして大きく V の字に転がしていきます。でこの時に生地が丸くない と、端っこがこういう風に出ちゃってて、こういう風にやったりしているとこの端がこねられないっていう感じになってしまうので、ちゃんと丸くして手でくるむように V 字こねをしていきます。だいたい100回から100往復くらい、私はいつも100往復くらいやるんですけど、それぐらいやっていきます。力はそんなに入れなくても大丈夫です。はい、結構ですね、生地が滑らかになってきてですね、
ね、つるってなってきました。少したたき骨を入れてですね、で生地をまとめていきます。で下閉じ目を閉じてボウルに入れてラップをして一次発酵に入れていきます。ラップをして一次発酵40度25分で入れていきます。はい、ですね、一次発酵中にですねフィリングを作っておきます。先ほどのさつまいもの甘露煮とそれからバター、無塩バター 20g です。室温に戻して柔らかいものを使います。でこれと塩少々、ゴムベラを使って混ぜていきます。バターがね、固まりなく、だいたいまんべんなく、混ざったら OK です。はい、一次発酵が終わりました。ではフィンガーテストをしてガス抜きをして丸め直しをしていきます。はい、いいですね。発酵良好です。ガス抜きをするときは、上から3、4回グーでですね、優しく、ガスを抜いていきます。でそうしたらですね、ステッパーの丸い方を使ってですね、ボウルの周りの生地を取ってですね、上がそのまま表になるようにして、ボウルから取り出します。でそうしたらですね、もう一度上からガスを抜いてですね、今回は分割はロールをしてから分割していくので丸め直しをそのまましていきます。で後ろ閉じ目を閉じて10分ベンチタイムを取りたいと思います。濡れ布巾をかけてそのまま10分生地を休ませます。はい、ベンチタイムの10分が終わったので、生地をですね、四角く伸ばしていきます。閉じ目を上にしてですね、綿棒を使って、25cm×40cm くらい、に伸ばしていきます。最初に十字に綿棒を軽く当てます。で真ん中から上、真ん中から下、真ん中から上、真ん中から下っていう風に徐々に伸ばしていきます。で四角く伸ばすときはこういう風に、ちょっと残しておいてですね、これを向きを変えて伸ばすと四角になっていきます。真ん中から上、真ん中から下、真ん中から上、真ん中から下で端を少し残しておきます。でこの端の生地を上と下にまた伸ばしていくと伸びていきます。真ん中から上、真ん中から下、こんな感じです。40cm くらいに伸ばすことができたらですね、向きとしてはこちら側からこういうふうに巻いていくので、手前、1cm くらい、奥 2cm くらい開けてですね、フィリングを広げていきます。フィリングを乗せてですね、ちょっと広げていきます。
少なめなのでもうちょっとフィリング多くてもいいかもしれないですね。それか、1センチ角っていうのを5センチか5ミリ角くらいにちょっと小さめに作ってもいいかもしれません。はい、そうしたら手前から巻いていきます。最後閉じ目を閉じます。はい、閉じ目を閉じたらですね、これを6等分していきます。スケッパーを使ってですね、まず半分のところに印をして、で半分のを3分の1に3等分にしていくように印をつけます。印をつけて OK だったら切っていきます。はい、そうしたらですね、クッキングシートを敷いた天板の上に乗せてラップで上から押さえていきます。はい、切り口が綺麗な方を上にしてですね、天板の上に乗せます。でスケッパーで切った時にちょっと潰れているので、ちゃんと丸になるようにですねちょっと整えたりして、上からラップをしてラップ越しに潰していきます。ラップ掛けができました。でこの上に濡れ布巾を押してですね40度20分で二次発酵をしていきます。はい、オーブン発酵の場合はですね、10分短めに設定をしてですね、10分間、予熱をします。200度まで上げるので、もし10分じゃなくて15分とかね、お家のオーブンで、温まる時間が違うと思いますので、それはご家庭のオーブンを見て、二次発酵のオーブンに入れる時間を計算してですね、やってほしいと思います。オーブンの予熱をしている間はですね、自然発酵ということでこう外に出してですね、そのまま発酵させておきます。そしたら仕上げにですね、卵を塗っていきます。さっきの計量した卵の余りがあると思うので、それをハケで塗っていきます。卵を塗る時のポイントは、そんなに厚くいっぱい塗らないっていうことですね。厚くいっぱい塗るとですね、固まってしまってですね、そこだけなんか卵がすごい固まっちゃったりとかして、あんまり美味しくないので、薄めに塗り広げていきます。で卵を塗ったら上にごまを散らしていきます。はい、ごまを散らすことができました。余熱も終わったので、それではオーブンに入れていきたいと思います。焼成はですね、200度14分から19分で焼いていきます。はい、それでは焼いていきます。200度14分から19分です。はい、焼き上がりました。結構いい色に焼けてますね。ごま多めに、散らしたのですごく美味しそうに見えます。では、トングで網の上に乗せて粗熱を冷ましていきたいと思います。はい、美味しそうに焼けました。ごまロールお札です。ごまをね、多めに散らすとすごく美味しそうに食欲そそるようにできるので、お好みで散らしてください。
今日も見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。コメントもよかったらくれると喜びますので、ぜひお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。